クルブデポルティーボ・ウニベルシダ・カトリカは、チリの首都サンティアゴに本拠を置く、サッカークラブである、プリメーラ・ディビシオンに在籍している。プリメーラ・ディビシオンでは10回優勝し、コパチレでは5回優勝している。同じように大学のクラブをルーツとする CF、ウニベルシダ・デチレとの間には、強いライバル関係がある。チリ大学には、スポーツ面でも、学問面でもライバル意識を持っており、 両クラブの対戦はクラシコ・ウニベルシタリオと呼ばれる。ウニベルシダ・カトリカのサポーターはチリ全土に広がっている。その中には大衆的な地域や街もあるが、スタジアムやクラブハウスは首都の高級街の一角にあり、その他の要因も合わさって上流階級のファンが多いとされる。この理由により、サンティアゴ市内の別場所への新スタジアムの建設が計画されている。 今日のウニベルシダカトリカは、チリ国内のみならず、南米でも名声を博しており、南米大陸で最も充実したクラブハウスや練習場を持つクラブの一つとして知られている。株組織も充実しており、何人ものスター選手を輩出している。1939年のウニベルシダカトリカ、1949年のウニベルシダカトリカチリカトリック大学のサッカークラブとして、 活動を始めた。サッカーチーム自体の創設は1910年頃だが、プロクラブとして創設されたのは1937年4月21日で、あり、クラブは公式かつ法的な設立年を1937年としている。プロデビュー戦は、プリメーラビーの CF ・ウニベルシダでチレ戦だった。1993年には、コパリベルタドーレスに出場し、決勝で、 サンパウロ FC に敗れたものの、今日でも過去最高位となる準優勝という成績を残した。1994年のコパ・インテラ・メリカーナには、サンパウロ FC が出場を拒否したため、準優勝のウニベルシダカトリカが、繰り上げ狩りで出場し、デポルティーボ・サプリサに勝って優勝した。2005年にはコパ・スダメリカーナで準決勝に進出したが、最終的に優勝した。 ボカジュニアーズに敗れた。2006年のコパリベルタドーレスでも調子の良さを見せたが、ワンル・ティグレスとの試合では、ロスタイムに失点し、グループステージ敗退となった。2007年はコパリベルタドーレスの出場権を得られなかった。2008年にもコパリベルタドーレスに出場したが、CA リーベルプレートとクルブアメリカに、得失点差で及ばずにグループステージ敗退となった。 2010年も調子が良くなく、ウニベルシダデチレと CR、フラメンゴに次ぐグループ3位で敗退した。2011年大会はグループステージを首位で終え、ラウンド16ではクレミオフブパを勝って、準々決勝に進出した。準々決勝では CA ペニャロールと対戦、モンテビデオで行われたファーストレグに0から2で敗れ、ホームでは2から1で勝利したものの、 二試合合計2から3で敗退となった。かつて選手としてもウニベルシダ・カトリカでプレーしたマリオ、レペ監督が率いた2012年大会は、ホームでわずか1勝しか上げられなかったほか、コロンビアとボリビアでのアウェーゲームに敗れ、グループステージ再開で敗退した。2012年までは歴年を1シーズンとし、歴年前半にアペルトゥーラ、歴年後半にクラウスーラを行っていた。 2013から14シーズンからは、シーズン開始時期を半年ずらし、7月翌年6月を1シーズンとし、歴年後半にアペルツーラー、歴年前半にクラウスーラを行っている。移行期間となった2013年は半年を1シーズンとし、トランシオンという名称のシーズンを行った。2016年9月9日、現在詳細はカテゴリー ウニベルシダカトリカの選手を参照。ありがとうございます。